私もそれで言うんだったらヒッチハイクって憧れたなぁ。あー、なんか一時期流行ってなかった、うん、サービスエリアとかで紙持ってっていうのはね。そうそう、なんか一時期5年ぐらい前流行ってた気がする、うん。私どうしようって今ずっと考えてたんだけど、あんまりね関東圏内から出たことないから、私は飛行機でだけど北海道に行ってみたい。あーいいね、はい、いいね。やっぱり温泉巡りなんだけれども、うん、普段は行かないようなところの温泉宿に行きたいな。行きたいよね。北海道で食べたいエビが歌のあって、歌のエビが大好きなんだけど、うん、北海道で1尾5000円ぐらいするんだけど、ブドウエビっていうエビが食べられるみたいなね。聞いたことあるよ、ブドウエビ。紫っぽい色してるみたいなんだけど、それがね、一回北海道に行ったら絶対食べたいのがブドウエビかな。そういう話聞くとさ、お金度外視でやりたいこといっぱいあるよね。そうそうそう。みんな癒されたいんだね。癒しとご飯だね。